はいどうも、妖怪チプニプニ今回もやっていきます。参加使った無課金攻略、今回ね、ガシやりたいと思います。一応ねアラジンは結構進んで35まで行ったな。そして5ですね。でね元気のリンクは落ちてきた。大丈夫、いける、落ちてきたよ。はい、またこれはまた今度ご報告しますね。今回のガシャは、犬夜叉とウォッカですね。ウォッカって誰よって、あんまコナン見たいんだよな。犬夜叉は一瞬消し、大量消しで、デカップに消すとヒットポイント回復か、あんまりどうなんだろうな。技ゲージ少し残るは、まあまあかな。まあまあかな。で、ウォッカは、ダービーバーですね。赤い秀和でした。赤い周一とのパズルでダメージアップなんだ。だけどおはじきもアラジンのダメージアップもあるということでね。犬夜叉も一応おはじきでね、小特攻かな、はい、あるんで、また2日間ガシャだね。これになると6日に灰原が来そうですね。はい、ということでやっていきましょう。まあ正直ベルモット欲しかったけど、まあやっていきましょうか。はい、結構ね、私今までの経験だと、この ZZ のガシャの時に、前回の安室さんなんかはね、ZZ の時に結構来たりしたので、はい、期待して、コラボだしね、はい、期待してガシャ増したいと思います。まあ10連ずつ3アカね、3アカ使った無課金攻略なんで3アカ増したいと思います。一応ミッションもね、あ、そうだ、粒集めみたいのがあって、ようやくあれだな。なんとかのコイン、他のアカウントだといけんだよな。このアカウントダメだな。アイコンコイン回したいね。はい、サブアカたちはね到達してんだけど、はい、そんな感じでいきましょう。小特攻、おはじき的には小特攻かな。じゃあちょっと運落としてね、バカズキンチャンス。あ、でもヤーサーと終わっちゃったんだっけ。あ、ちょっといいのが来ちゃったな。ちょっとね、E ランクとか D ランクとか出したいんだよ。ちょっとなんかいいのが来てんだよ。あれ？なんかおかしいな。ごめんね。あんまり意味はないんだけどさ。私的には運を落としたいのさ。B ランクって言ったら極上じゃん、色濃いんで。あれ？あ、でもまあ D だからいいか。はい、行きましょう。いや、あんまり意味はないんだけどさ。スマホ変えたらサクサクだな。変えたっていうか、ちょっと作業用に安かったから買ったんだよな。あれ？ただ A ランクはなくなったから、青カップは来ないかな。あ！秀吉だっけ？なんだっけ？羽柴秀吉？羽田秀吉か。あら、いいじゃない、今回。止まってくんねえかな。おお、サラス、ポコン。おお、お前じゃないんだよ。覚醒犬夜叉なんてあったんだ。はい、なんかでもいい予感がありますね。ちょっとだけね、一応出なかったですが、特攻的には、あれ、お見せしたんだっけ。特攻的にはいい、よいしょ。うん、まあ追加もあるけどね。裏マップが犬夜叉か。で、奈良。で、ウォッカが赤いさん。で、おはじきではウォッカが中特攻。まあ大特攻が出るのかな。あ、これあれか。まあでも、後半だったらおそらく安室さんとかが復刻できてくれて、小特攻ぐらいになってくれるのかな。はい、そんな感じするけどね。で、犬夜叉は小特攻か。まあ、小特攻でもね、かなりね、違うんでね。はい。できたらモルジャーナ欲しかったな、SSS だからな。まさか前回アラジンがな、3アカ来ると思わなかったけど。はい、じゃあごめんなさい、2番目のアカウント消えましょう。はい、これ2番目のアカウントで、アラジンに肩返す37回。で、ようやく4回まで来ましたね。なかなか奈落が出なくてね。はい、で、7個ですね。これもね、ドロップしてきた。
はい、まあちょっといつもよりペースダウンしてるけど、うん、まあでも CM、 あ、そうだ、 CM が初めてね来たんで、はい、なのでそうですね、3回やってたら4日に1度かってこと、あ、4日に1度、3日に1度とすればもうちょい来てくれるかな。はい、まあちょっと今後も期待したいですね。 CM で来ましたよ。さあちょっとね、仮面ライダーのあれだよ、新仮面ライダーのあの予告編が面白いよね。仮面ライダーもまたやってほしいな。新仮面ライダーの浜辺美波ちゃん、めちゃめちゃ面白いね、あれ。新仮面ライダー今やってんだっけ、仮面ライダーコラボの方がいいんじゃねえかって思っちゃったけど、仮面ライダーの時に俺の友達召喚キャンペーンやってたよね。仮面ライダー、お、頼むぜ、よいしょと、こっちか、イニアシャはあれか、結構いるんだな、 B ランク、 S ランク、 SS、 そして今回の ZZ とか、イニアシャにかなり歴史があるね。ナルシス2世、スコップ、スコップ2世、ミスタースコップか。おお、アラジン、じゃあね、アリババだ。最後ラスト、お、そう、とにかくね、積み上がってほしい、特攻積み上がれ。おー、いいね、いいね、ウォッカ、ダービーバー来ましたね。はい、まあ、つってもウォッカ牝馬なんだけどね。谷のギルメット、父、お母さん、なんだっけ、母の父ルションを覚えてるけど、お母さんなんだっけ、谷のなんだっけな、忘れちゃった。はい、ですがいいね、また来ましたよ。やっぱね、世良次郎三郎も来たな。期待してるよ、この特攻たち。ウォッカが来たから、これはコナンキャラなのかな、赤井さんに、あと覚醒アラジンね。はい、これね、めちゃめちゃでかい、最近ヒットポイント高いじゃん、覚醒アラジン。なので、はい、そこにいるんだろうって、こいつらモブキャラだと思ってたんですけど、ちゃんと名前がついたんでね。電消し&デカポに技をゲージ多く貯めるだから、暴走カイラと一緒、そこにいるんだろう G があって、フィーバーになった時自分の技ゲージが貯まる 35%。 ダブルスキルないんだね。黒属目の組織で、ジンのことを兄貴と呼び、その忠誠心を不動、裏取引など組織の潜入役となることが多い。そこにいるんだろう、なるほど。ということで Z か、 Z だとなんかな、あんまり技レベル上げたくないんですけど、まあ普段のね、周回がもうこれ技がもうこんなにヒットポイント高いんでね、もうこれがあと十何日、12日ぐらいあるんで、うん、まあこのウォッカに活躍してもらいましょうか。はい、せっかくね、元気ドリンク持ってるし、まあクリアとはね全然関係ないんですけど、技レベルどこまでいくかな、ミッションないよな、ウォッカなんか特にな。なんで、あ、こっちはあれだね、ちゃんとアイコン SD か、もうちゃんと回せますね。ウォッカは何にもないよね。はい、あ、サンデーの試練なんてあったんだ、初めて知った。これでジンとかあれなんだ、へえ、なるほど、こんなのあったんだ。で、今回もパワー封印があるんですね。はい、そんな感じでございますか。まあちょっと中特攻だけどね、はい、普段の周回ほんと大事なんでね、ぜひ、どうしようかな、技レベル4か5ぐらいにして普段の周回にプラスにしたいと思いますね。まあ赤井さん勝てるね、これで中特攻、うん、まあいいでしょう。はい、じゃあ3番目の中でいきましょう。積み上げ、まあ、まあまあ積み上がりましたね。奈落を積み上げないとね、本当はね。はい、これ3番目のアカウントで、
アラジン33回の5回ですね。うん。で、7個ドロップですね。あ、1個あれか。ログインボーナスだから6個ドロップですね。はい。さあ、行きましょう。まあ、このアカウントもね、アモロさんいるので、特に本当後半、多分復刻で超特攻になってくれるのをすごい期待してますね。さっきも言いましたが。とにかくね、小特攻でもかなりね、おはじきの世界では強いので、ゲームの中ではね、イベント限定だけどね、ただ、ほんとコラボの ZZZ は強いよな。ハイバラ欲しいな。このアカウント、ハイバラガシャ回せっかな。あー、金か。まあでもね、結構、映画ランクなくなったのでかなり確率は上がった気がしますね。確率の数字は Z 以上は一緒なんだけど。さあ金いきますよ。クジラマン、ホゲホエルか。 SS の犬やしゃじゃなくて ZZ の犬やしゃだごめん、ラスト。はい、ということで今回はウォッダービー馬だけだったんですけど、まあでもね、はい、元気ドリンクも割と落ち始めてきたので、うん、まあこの調子で頑張っていきたいと思います。今日10連コインもらえて、10連コインどうなんでしょう、ワンチャンあんのかな。このなんか粒集めで、容器の粒で、あれ、これはもうゲットしたのか。あのなんたらコイン今度やってみようかな。SD コイン。アイコンか。これもいいよね。こういうのもどんどんやってほしいなっていう感じがしますね。私、うん。10連コインはあれか。ログインボーナスのやつかな。なんかね。私、おはじきとかギリギリで攻略するから、いつもなんか、なんかコインを回す機会をなくすんだよな。はい、というわけで今回はこんな感じでした。皆さんどうだったですかね。よろしければコメントで教えてください。 Z とね、 SS はまあまあ、 SSS か、 SS は出やすいので、 Z とか SSS 特攻で強いのは今回、強いっつうか、まあただの特攻だけど、今回出したかったけどな。はい、まあまあまあ、また頑張りましょう。次のハイバラはね、水曜日じゃなくて木曜日か、6日になってますんで、また6日だね。ハイバラが6日、木、金。どうすんだろうな。で、復刻アリーの ZZ 以上でラストチャンスか。はい。まあ、あ、そうか。あれ、今回追加あるのかな。追加の情報知ってたらよろしければね、教えてください。はい。じゃあ今回こんな感じにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね。まあ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 かな。はい。すいません。またお会いしましょう。さよなら。ちょっと3日後弾けるかな。頑張ります。